2019年、山形県朝日町のある民家で夫婦2人が変わり果てた姿で発見されました。仕事や子育てをめぐって絶えず両親と揉めていた哀れな男が起こした事件について追っていきます。事件は2019年3月2日午前10時15分ごろ、山形県朝日町原宿の民家で夫婦2人が倒れているのが見つかったことで発覚しました。発見されたのはこの民家に住む当時72歳の柴田節夫さんと68歳で節夫さんの妻である幸子さんであったのです。この日、柴田家を訪れた長女が1階北側の寝室で節夫さん、1階南西側の寝室で幸子さんが倒れているのを見つけ通報をしたという経緯でありました。発見された時にはすでに2人の息はなく手の施しようがない状態でありました。そして節夫さんの首には絞められたような跡があったことから何者かに襲われたと考えられたのです。柴田家は節夫さんと幸子さんの夫婦、長男夫婦とその2人の子供が住む6人家族でありました。節夫さんらが警察に発見された時には家族が自宅にいたようで、警察は家族が何らかの事情を知っているとみて事情聴取を行いました。そして事件の可能性も視野に入れながら捜査に取り掛かったのです。それからほどなくして3月3日未明に1人の男が節夫さんの命を奪ったとして逮捕され、23日には幸子さんにも手をかけたとして再逮捕されました。この逮捕された男というのが被害者である柴田さん夫婦の長男で45歳の無職、柴田博之でした。取り調べで博之は今は話したくありませんと述べていたといいます。博之と両親との間に一体何が起きていて、なぜこのような悲劇が生じたのでしょうか。被害者となった節夫さんと幸子さんの夫婦は約20年前に後に悲劇の舞台となる自宅を新築し、長男の博之と博之の妹である長女と4人で生活をしていました。一家の大黒柱として節夫さんは長年にわたり町内のタクシー会社に勤務しており、家族を支え続けていました。そして子供である長男の博之と長女も成長し、次第に親の手を離れることとなりました。博之は高校を卒業すると地元の自動車部品製造会社に就職し、社会人となったことで自立の道を歩み始めました。ところが博之は会社を約3年で退職すると職を転々とすることとなりました。しかし新たな仕事を始めても長続きせず、定職に就かないまま年月が経っていったのです。そして博之は仕事については順調とは言えないものの、事件の約15年前に人生を共にするパートナーと出会い結婚するに至りました。ただここで妻と共に2人で生活を安定させようという意識は博之には芽生えなかったようです。結婚から数ヶ月後、博之は仕事に関して特に努力もせずに日々を過ごした後に、稼ぎがないからという情けない理由を話し、妻を連れて実家に戻って同居し始めたのです。ただ実家に戻って新たに職を探し自立するまでの一時的な同居であるならば、節夫さんらも応援する気持ちを持てたかもしれません。しかし博之にこのような考えはなく、両親を困らせる事態に追い込みます。職探しをするどころか働こうとする様子すら見せることはなかったのです。それはつまり結婚して妻のいる身でありながら両親に依存し続ける生活を送るということを指していたのです。ちなみに博之の妻の方は食品会社でパートとして働いており、義両親を全面的に頼ってばかりというわけではなかったようです。しかし博之には夫として妻と共に生活を支えるという自覚は一切なかったのです。この夫としての自覚のなさだけでも十分呆れるレベルですが、博之の自堕落ぶりはこれだけにとどまりませんでした。なんと両親に依存する生活を送りながら、後に2人の娘が生まれることとなったのです。6人家族となってもなお博之は無職のままで、妻と娘たちを支えようという意識はおろか、高齢となった両親に依存したままでした。しかも妻がパートに出ている間、娘たちの世話をしているのは博之ではなく節夫さんと幸子さんであったといいます。そして節夫さんと幸子さんはお金に不自由のない裕福な生活を送っていたわけではありません。節夫さんは日中は以前から勤務しているタクシー会社で働き、幸子さんの方は昼間は近くの果樹園でパートとして働いていて、2人で堅実に働いて家計を支えていたのです。しかし孫も含めた6人の生活を支えるにはこれだけでは足りず、2人は早朝に新聞配達のアルバイトまでもしていました。この新聞配達は2013年からほぼ解禁でこなしており、節夫さんと幸子さんが真面目に働き、一向に働かない息子のせいで被害を被っている家族を支えようと努力していたことがうかがえます。そしてもちろん2人は喜んで働き続けていたわけではありません。節夫さんはタクシー会社で同僚に家のローンが残っている、長男が転職に就かないと不満を話していたといいます。由紀子さんも息子は家に閉じこもっていて働く気がない、産んだ方がいいなどと周囲に息子の不満を漏らしていたのです。節夫さんと由紀子さんはいくら注意しても働かないで自立しようとしない弘之を家から追い出したこともありました。しかし結局弘之は食べられないからと実家に戻ってきて両親に巻きついていたのです。しかも巻きついてきた弘之がまだ独身であれば、再び厳しく弘之一人を追い出すという選択肢もあったかもしれません。ですが弘之は結婚をして生活を共にする妻がいて、さらにはまだ自立していない2人の子供までいました。節夫さんと由紀子さんから見れば、孫にあたる幼い子供2人も巻き込んで厳しく弘之に当たることは心理的にも抵抗があったのかもしれません。そのため両親は弘之を再び自宅に迎え入れるしかなかったのです。ただそれでも両親は戻ってきた弘之に何も言わず放置しておくことはなかったようです。たびたび定職に就かないことや育児を自分たちに任せっきりであることなどを注意して自立を促していたのです。ところがその注意を弘之は全く聞き入れず、生活が改善されることは一向にありませんでした。節夫さんは長男である弘之に関して何か指摘されるとすぐにカッとなることから、仕事が長続きしないと職場でぼやいていたそうです。些細なことでもすぐ頭に血が上るその態度は、定職に就くということを遠ざけていました。さらには子育てをめぐって節夫さんらと揉めることも多々あったようです。働いて生活を支えている上、孫の世話までしている節夫さんたちが親として一切努力していない弘之に物申すのは当然のことでありました。そんな状況であるにもかかわらず弘之は自身の態度を改めることもせず、近所の人の話では飲み歩いていることもあったようです。弘之の両親への依存は凄まじく、早朝も昼も働き続ける両親にさらなる追い打ちをかける出来事もありました。なんと加入していた火災保険や生命保険を無断でハンコを持ち出して解約することまでしていたのです。解約していた金は弘之の遊興費として消えていきました。本来ならば年金暮らしをする両親に代わって、年齢的に働き盛りである弘之が一家の大黒柱の存在となっていることが一般的であると言えるでしょう。ところが弘之は無職のまま両親に依存し、年金生活の両親が孫のために一生懸命働き続けるという、全く理想と現実がかけ離れた生活を送っていたのです。そして自分たちを支えてくれている両親が弘之の生活に関して口出しをしようものならば黙ってはいなかったのです。弘之は両親に感謝するどころか、恩をあだで返すような態度しかとっていませんでした。その横暴といえる態度がついにとんでもない事件を引き起こすこととなったのです。悲劇が起きたのは2019年2月27日夜のことでした。きっかけとなったのは弘之が母親の由紀子さんから仕事に就かないことを改めて責められたことでした。これまでの弘之の態度を知れば当たり前とも思えるこの由紀子さんの言動に弘之は激高したのです。そして弘之はフライパンを手にして由紀子さんの頭に振り下ろし、さらには由紀子さんの首に手をかけ、取り返しのつかないことをしたのです。しかも弘之の強行はこれだけにとどまりませんでした。今度は就寝中であった父親の節夫さんのもとに行き、その首に延長コードをかけ、さらなる悲劇を引き起こしたのです。こうして弘之はこれまで支え続けてくれた両親の命をいとも簡単に奪ったのです。そして犯行後、弘之がしたことは後悔や反省をすることではなく、事件を隠蔽することでありました。2月28日午前3時ごろ、両親がアルバイトをしていた新聞販売店に父親が倒れたので母親が付き添って病院に行くと電話連絡をしていたのです。両親が二度と出勤できなくなった事実を隠そうとしていたことは明らかな手口でありました。そしてこれまで5年以上にわたりほとんど休むことなく働いていた節夫さんと由紀子さんが突如2人して休んだことに、新聞販売店の上司は違和感を感じたといいます。連絡を受けた翌日の3月1日、上司が節夫さんの自宅を訪れると、弘之は前日に父親が倒れたというのに特に変わった様子もなく、子供と一緒に出てきたそうです。また上司が節夫さんの容体などを聞いても、倒れたというだけで病状についてはっきり言うことはありませんでした。弘之は動揺などもせず、落ち着き払った様子で応対していたそうです。そして上司が訪問したその日の夜、ひろゆきは再び新聞販売店に電話をし、父が入院することになり、母も付き添いをしないといけないと電話口で話していました。こうしてひろゆきは両親がすでにこの世にいないことを隠し通してきましたが、悪事は必ず露見します。翌3月2日に長女が家を訪れ、節夫さんとゆき子さんがそれぞれ寝室で倒れているのを発見したことで、あっけなく事件が公となったのです。すぐに節夫さんの首には絞められた痕跡が確認できたことから、警察は事件として捜査を開始しました。またゆき子さんも後の司法解剖の結果、首に絞められたような跡が見つかり、窒息によって帰らぬ人となったことが明らかとなりました。そして何より、この柴田家を取り巻くこれまで起きていたひろゆきの違和感しかない言動などが発覚したことで、警察はひろゆきに対して任意の事情聴取を行い、3月3日未明にひろゆきは逮捕されることとなりました。逮捕後、ひろゆきは調べに対し、今は話したくありませんと話しており、動機や経緯などをすぐに自らの口で語ることはありませんでした。そして警察のこれまでの捜査から分かった情報をもとに、山形地検は4月からひろゆきの鑑定留置を実施するに至りました。この鑑定結果から、刑事責任能力があると判断がされたことで、ひろゆきは殺人罪で起訴され、舞台は法廷へと移りました。初公判でひろゆきは殺意をもって窒息死させたことは争うと起訴内容を否認しました。そして弁護側は、両親を悪魔と捉えて倒しただけで人間をした認識はなく、責任能力もないと無罪を主張したのです。検察側はひろゆきが働かないことなどを咎められて激高し、ゆき子さんの命を奪った上、その発覚を恐れて節夫さんの命までも奪ったと指摘しました。これらのことから、検察側はひろゆきに対して無期懲役の求刑をしたのです。そして2020年10月20日、ひろゆきに言い渡されたのは懲役29年の実刑判決でした。両親が悪魔であるとの妄想はなく、犯行後に様々な偽装工作を行っていたことから、精神障害はなかったと指摘し、責任能力は認められると判断したのです。その上で、不合理な弁解を繰り返すなど、事件を自分自身の問題と捉えて向き合う態度が見られないとしたことでの判決でした。弁護側は判決を不服として控訴し、控訴審でも事件当時は心神喪失状態で殺意がなかったとして無罪を主張しました。しかし2021年6月24日に一審の判決が支持されて、控訴は棄却となりました。そしてこの判決の言い渡し途中で、ひろゆきは突如立ち上がり、脱いだ上着を後ろに向かって投げつけ、大声を上げながら走り出すなどして取り押さえられる場面もありました。この騒ぎでは幸いにも怪我人が出ることはありませんでしたが、ひろゆきは変わらず反省の態度を示すことなどはありませんでした。そして弁護側は上告するも、2021年10月8日までに上告を退ける決定をしたため、ひろゆきの懲役29年が確定となりました。これまで家族を支えるために働き続けた両親を悪魔と称し、命まで奪ったこの事件。あなたは現実から目を背け、しまいには両親を手にかけたひろゆきに対して下された懲役29年という判決に納得はできたでしょうか。ただただ自分が働くことが面倒で嫌だから働かず、その自堕落を指摘されると激高する。そんな息子には妻も娘もいて、家族を支えるために年金暮らしの高齢の両親が必死に働いていたのに、感謝どころか命を奪うなどの理不尽が許されていいはずがありません。互いに支え合うべき家族をないがしろにした報いはしっかりと受け、償うべきであります。事件を起こした時、そして事件が発覚するまでに家族がどのように過ごしていたのかは分かりかねますが、とにかく言えることは、子供ながらに突如祖父、祖母を失ってしまった子供たちがこれから幸せに過ごせることをただただ願いたくなる悲しい事件の一つとなっています。柴田節夫さん、ゆき子さんのご冥福をお祈りいたします。